こんにちは、前回の続きになります、はい、前回は睡蓮の葉っぱを編みました、はい、今回はお花の方を編んでいきたいと思います。これちょっとこの葉っぱが大きいんですけどね、こちらの方の編み方になります。ちょっとゆっくり返って、はい、カエルはね、3回目になりますのでもうしばらくお待ちくださいね。こちらの方は、中細毛糸を2本取りにしてかぎ針の方は6号で編みました、はい、今回は並太ぐらいの糸だと思います。これを前回と同じく7号で編んでいきたいと思います。7号針ですね、はい、そして編み方の方は今回もアフガン編みになります、はい、編み図で説明していきます。最初は輪の作り目をします。輪の中に細編みを12目編みます。そして最初の細編みの頭に引き抜き編みをするんですけれど、その時に細編みの鎖目ができますね。それの手前の半目に引き抜き編みをします。鎖編みを6目編みます。鎖の5目目ですね、ここから引き上げていきます。1回2回3回4回5回引き上げて、6回目は今入ってる細編みの手前の鎖半目ですね、ここに針を入れて引き出していきます、はい、2目ずつ戻っていきます。1回2回3回戻ったら針に3目かかっていますので、ここで2目一度にして減らし目にします。ここですね、はい、2段目に行きます。これは針にかかっている目ですね。1回2回3回引き上げてきて、4回目は次の細編みの手前の半目に針を入れて引き出してきます。そして2目ずつ戻っていきます。1回2回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、ここでまた2目一度押して減らし目にします、はい、そして最後は引き抜き編みを1回2回3回4回、4回目は細編みの手前の半目に引き抜き編みをします。次の花びらに行きます。最初に編んだ細編み2目で花びらを1枚作ることになります。次の細編みに行くために1目引き抜き編みをします。そしてここから鎖編みを6目編んで、こちらの最初の花びらと同じことをしていきます、はい、こういう形でね、花びら6枚を作って、はい、ここまで来ますね。今度は後ろ側の花びらを編んでいきます、はい、今編み残していた向こう側の半目がありますね。それに針を入れながら後ろ側の花びらをこの、ね、編んでいくという形になります。また実際ねやりますけれど、はい、そして花芯の方を作りますね。3センチぐらいの適当な厚紙にここをぐるぐる巻くときに、同じ糸ばかりでなくってちょっと太さの違う糸が混じっていると面白いと思いますので、はい、極細とか中細などを混じった糸を数回巻いて、こういうねタッセルを作るようにしますね。でこれをこの輪の中に入れて、はい、花芯にするという方法になります。そしたら実際に編んでいきます。はい、最初は輪の作り目をします。こちらが糸玉につながっている方になります。人差し指に1回巻いて指を外しますね。輪の中に針を入れて糸を引き出してきます。はい、そして立ち上がりを鎖編み1目、そしてこの輪の中に細編みを12目編んでいきます。1、2、3、はい、そしたら細編みを12目編みました。そしてこの最初の細編みの頭に引き抜くんですけれど、手前の半目だけ、ここですね、後ろは残った状態にして引き抜き編みをします。はい、そして目を締めておきますね、はい、ここから、花びらをね編んでいきます。鎖編みを1、2、3、4、5、6、6目編みます、はい、そして裏山を開うようにします、はい、この目は取れないので次の目、ここから開っていきます。ここですね、ここに入れて引き上げていきますね。1回、次の裏山へ、2回、3回、4回、
はい、5回目はここになります。5回編んだら、今裏向いてますのでね、はい、こちらへ戻して、そして6回目はここ、今鎖を編んだ目ですね、1段目の細編みの手前半目、ここへ入れて引き出してきます。はい、今針に2、4、6、7目、針に7目かかった状態になります。はい、そしたら2目ずつ戻っていきます。1回、2回、3回、4回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、これをかけて全部抜きます。次入れる目はこの目になります。ここね、ここから次の段、2段目を編みます。でここへ入れて引き出していきますね。1回、次2回、はい、3回、4回、はい、次はここ、次の細編みの手前の半目、ここに針を入れて引き出してきます。そして2目ずつ戻っていきます。1回、2回、3回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、これを、はい、2目一度にして減らし目にします。はい、次は引き抜き編みをします。この目から引き抜いていきます。ここに針を入れて引き抜き編みを1回、この引き抜き編みをやや小さめにしておきます。1回、2回、3回、はい、4回目はここ、今入ってるところ、ここに引き抜いて、はい、これで花びらが1枚編めたことになります。はい、次へ行きます。はい、次の細編みの手前半目に針を入れて引き抜き編みをします。で目を締めておきます。ここから鎖編みを6目編みます。1、2、3、4、5、6、はい、鎖編みを6目編んだら裏山を開きます。ここね、裏のここからになります。この一番上は取れないので、ここから1、2、3、4、5回裏山を開きます。ここですね。1回、2回、3回、4回、はい、5回目はこれです。5回裏山をすくったら編み地を表に向けて、そして今入ってるところ、ここの目ですね、ここに入れて引き出してきます。はい、針に7目かかった状態になりますので、2目ずつ戻っていきます。1回、2回、3回、4回、はい、4回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、これをかけて全部一気に抜きます。これで2目一度したことになります。で次この目からになります。1回、2回、3回、4回、5回目は次の細編みの手前の半目、ここに針を入れて引き上げてきます。はい、針には6目かかった状態です。これで戻っていきます。1回、2回、3回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、これをかけて全部抜きます。はい、ここから、引き抜き編みをします。針を入れて小さめの引き抜き編みをします。1回、2回、3回、はい、4回目はこの同じところに入れます。4回、はい、これで花びらが2枚編めたことになります。はい、この繰り返しになります。
そしたら、はい、次はここの次のところに引き抜いて、はい、そして鎖を編んでっていう繰り返しになります。そしたらあと、4枚花びらを編んでいってください、はい、そしたらずっとね花びらを編んでいって、最後のここね6枚目の花びらの引き抜き編みをするところからになります。はい、ここに入れて、はい、小さめの引き抜き編みですね。はい、最後はここですね、ここに引き抜き編みをします。そして次はこの裏側の、はい、ここね細編みの裏側の半目がこう残っていますね。ここに、同じように花びらを編みつけていくんですけれど、この、同じところに重ならない方がいいと思います。なのでここでしたらこれとこれとの2目を使ってここに花びらを作る、こうねこことこことを使ってこう作るっていう風にすると、この間から花びらが出ると思いますので、そういう形でしていこうと思います。裏側の、ここへ行きたい、こことこことを使って花びらを作りたいので、ここにまず引き抜き編みをして、そしてさらにここに引き抜き編みをします。はい、ここへ引き抜き編みをしたら、はい、ここから花びらを作りますね。この目とこの隣の半目、ここですね、細編みの半目、こことで花びらを作りたいと思いますので、1、2、3、4、5、6、鎖を6編んだら裏山をすくっていきます。ここからになりますね。1、2、3、4、これが5目目5、はい、6回目はここですね、ここ今入ってるところね、ここへ入れて引き出してきて、はい、針には7目かかった状態です。これを2目ずつ戻っていきます。1、2、3、4、はい、で4回戻ったら針に3目かかった状態になりますので、はい、これを全部いっぺんに抜いて減らし目にします。はい、次ここからになりますね。これからすくっていきます。1、2、3、4、はい、4回すくったら次5回目はこの次の細編みの方に行きます。ここね、ここに入れて取ってきます。はい、そして1回2回3回戻ったら、はい、これを2目一度にして減らし目にします。はい、次は引き抜き編みですね。ここに入れて引き抜く、ここに入れて引き抜く、ここに入れて引き抜く、はい、最後はここね今入ってるところ、ここに引き抜き編みをします。はい、これで間から花びらが出ていると思います。はい、そして花びらがちょっと小さいかなと思ったら、今、鎖編みを6目編んだんですけれど、それを7目にしてもいいと思います。はい、ここね鎖を7目編んだらもう少し大きい花びらになりますね。最終ね、こう中の花びらはこう内側にこう立ち上がってきて、でこんな感じになりますので、まあ、同じ大きさでもこう立ち上がってるのと寝ているのとで、大きさが違うように感じますので、同じ大きさで編んでもいいと思います。はい、そしたら同じようにぐるっとね編んでいきます。次の目は、はい、ここですね、ここに引き抜き編みをして、この目とこの目とで花びらを作ることになります。残りの花びらを編んでいってください。ここからですね、1、2、3、4、
5枚編んで最後の1枚になります。はい、この辺りになると後ろの目が分かりにくくなっていると思います。最初にちょっと一目引き抜きで目をね移動させましたので、はい、取れる目を取ったらいいと思います。これとこれとかをね、取ればいいと思いますので、ここにします。ここへ引き抜き編みをします。はい、そして鎖編みを6、1、2、3、4、5、6、裏山を、ね、引き上げていきます。1回、2回、3回、最後はここに今入っている目、ここに引き抜き編みをして、これおしまいになります。1目鎖を編んでおしまいになります。糸をカットします。でこれは2段今ね2段で、編んだんですけれども、もう1段またこの辺にね、花びらが欲しいなと思ったら、細編みのコブがありますよね、これね、これをすくっていけばいいと思います。はい、例えばここでしたらこれとこれとで1枚花びらを編む、ね、これとこれとで編む。でその時にはこれ1段こちらの方に来ていますので、花びらは長めがいいと思いますので、鎖編みを7目とか8目とかにすれば、はい、バランスが良くなるかなと思います。でこの2段目もね斜めにしてもいいと思います。2段目斜めにしたら3段目はやっぱり8目とか9目とかに、大きくしていく方がいいかなと思いますね。はい、そしたら、今回は2段で、やめておきますので、あと花芯をねここね作っていきたいと思います。はい、3センチぐらいの厚紙を用意します。そして花芯になるあの糸ですけれど、これはすごく細い極細毛糸を2本取り、そして細い糸があったりちょっと太いのが欲しかったりしますので、ちょっと黄色のいい感じのがないので、このちょっと黄色い部分だけ取ろうと思います。ここにね巻きつけていきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回、1回ぐらい巻いてバットをして、そして結ぶ糸ですね、結ぶ糸と、はい、ここに針を入れて、タッセルをね作る要領になります。これ出してきますね。糸を出したら結びますね。そして紙から外します。もう一度固くギュッと結んで、はい、固結びにします。はい、こういう感じね、こっちが上になりますね。はい、そしてここのところをこうギュッと結んであげたいので、もう一つの、糸で輪っかにします。はい、輪っかにしたものをこっちまだ切ってないですけれど、こう切る方に置いてこういうふうに置きますね。はい、そして長い方でここを巻きます。はい、タッセルの時はもっと綺麗に巻くんですけれど、今回はもう隠れてしまいますので、はい、何回か巻いたらここ今の輪っかにしたところに、では上からこの房の方に向かって入れます。これもねこの房の一部としますので、このように持って、そして輪っかの方の上、これですね、ここを引っ張ります。はい、そしたら今の輪っかが小さくなりますので、そしてこれぐっと縛って、この結んこうねぐるぐるっと巻いた中に入り込むようにして、これで、はい、おしまいですね。はい、あとはここねカットします。
こんな感じでねパッとします。そして長さの方も長い短いあっても過信はねいいと思いますので、飛び出ている分だけちょっと切ってこんな感じにします。それを穴の中に入れますね、はい、でこれ全部出してきます、はい、そして穴を締めます。ここ、ね、編み始めのギュッと引っ張ってこのラッセルの飛び出てる部分までこうね引っ張ってきます、はい、こういう形にしてあとは、結んで処理をしたらいいと思います。これは穴を締めた分ですのでこちらの方は、はい、何回かくぐらせておきます。一周は回らなくてもいいと思います、ね、この辺りまで出してきたらこれとこれと結んだらいいと思います、ね、でで2回目は2くるくるっと回していると、はい、ほどけにくくなりますね、はい、こういう形にします。でこのこれも、後ろへ持ってきてもう適当にくぐらせて糸処理をしておきます。これで出来上がりになります。過信が長いなと思ったらまた散髪してあげてくださいね、はい、こんな感じになります。でお花の方も先がねどうしてもこうくるんと 回ってしまいますので花びらのね形を整えてあげてください。これで出来上がりになります、はい、ちょっと大きさ違いますね、はい、でこういうところに咲いていたら可愛いと思いますね。次はこのカエルをね編みますのでね、よいしょ、こんな感じになります、はい、ぜひね試して編んでみてください、はい、ありがとうございました。